おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きやっていきたいと思います。前回ジョー君と、ストーカーに悩まされ、なんか知らんけど複数人のストーカーにサラちゃんとジョー君が連れ去られ、最初の試練というものを乗り越えて今この面々と出会ったっていうところで終わりましたね。なんで今日はこのいろんな人たちにお話を聞いていこうと思います。では、まずジョー君かな。はい。中央では一人の男を中心に話し合いをしている。お、金髪の男。ジョイと待てって。ここはまずお互い知ってることを確認するべきだ。そんなこと言ってもここがどこかもわからないんですよ。うん、なんかおどおどしてそう。なんか、あ、いや、言っていいのかな、稲妻イレブンの五条さんみたいな人出てきたな。いいな、なんかこのポージングもいいね。先ほどひどい目に遭いましたから冷静ではいられませんね。だいぶ混乱しているようだ。あれ、ああ、よかった、ジョー君いるね。ジョーか。あいつまであの首輪をしてるのか。あ、マジで今全員してた首輪。なんか、金髪の男の人が首輪してることしか全然見てなかったわ。ゾッとして自分の首に手を当てた。ある、何かが。あら！首輪、これ、爆弾っていうか、爆破装置じゃないの？取れない。この場にいる全員が、何者かに首輪をつけられている。なるほど。え、で？移動はできないから、ジョー君に話しかけたいんだけど。あ、話し合いが続いている。ジョーもいるが言葉を発さず、聞き役に徹している。じゃあ、金髪の男の人に話しかければいいのかな？え？どうしたらいいの？これ。待ってね、一旦セーブしようか。はい。で、なんか、しゃがんでる女の子いるから、ちょっと、話しかけてみるわ。少し冷静な人たちが左側で話し合っている。なんじゃ、なんかとんでもないことに巻き込まれた感じやな。ええ、そのようですね。あれ、この人どこかで。ん？あ、あ、これあれか、しゃがんでる子か。なんか頭にバケツかぶってね。ど、え、どうしたの？いじめにあってた？なんで怯えてるの？うずくまった女の子はひどく怯えている。何かあったんだ。うん。あれかな？もしかして、こう、ジョー君とサラちゃんは助かったけど、他の人たちもなんかひどい目にあったって話をなんかこの五条さんみたいな人がしてたから、この子ももしかしたら誰かの死に立ち会っちゃったとかなのかな？で、こっちは？右に目をやると、特に取り乱した女性が目についた。なあ！私たちは拉致されたんだ！行かれた連中に！うん、変わった子供。なんだ？どうしたの？猫なの？犬なの？どっちなの？うるさいな！近くで叫ぶなわ！おい！あんたの立ち絵見たことあるね。あんた、いっちゃん最初の、影のシルエットだった男の人のまんまじゃないか？これ、これあれ、ニット帽だったんだね。ヌラリヒョンじゃなかったね。大変失礼しました。ちょっと、喧嘩は良くないよ。ピリピリとした空気が感じ取れる。小学生くらいの子供もいるのか。今も彼らは話し合いを続けている。私もようやく頭のぼんやりが覚めてきた。この場にいるのは私を含めて11人。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、あ、ほんとだ。いや、私も含めたら12人。みんな共通して首輪をつけられている。私も、ついてるの？私はついてないからのんきに物事を考えられるね。ジョーはなぜ、こっちに来てくれないんだ？私が起きたことに気づいてないのか？ジョーに殴りかかるって。ジョーに声かけるか。ジョー！え、なんで？どうした？よかった。無事だったんだな。あんた誰だ？え？
の冗談だ。何言ってるんだ、サラダ、友達の顔を忘れたのか。まさかこいつ本気で私のことを知らないとでも言うつもりなのか。もしかして水泳が大の苦手のサラさん？ジョー、こんな時に冗談はやめてくれ。悪い悪い。ジョー君とサラちゃんね。二人は友達なんだ。え？はい、そうですが。助かったよ。ジョー君なかなか口を割らなくてね。何を警戒してるのか、名前も教えてくれなかったからね。よーし、みんな、話を聞いてくれ。多分俺たちはみんな、同じことを思ってる。ここはどこなんだ？なぜ自分は連れてこられたんだ？分かっているのは、自分が何者かくらいだ。何が言いたいのでしょうか？自己紹介をしようじゃないか。お互いの不信感を少しでも払おう。自己紹介ですか？それしかないだろ。ねえ、サラちゃん。私に振られても。意見に賛成する。慣れ慣れしく呼ばないでほしい。ああ、でもな、私こういう感じのタイプの人に慣れ慣れしく呼ばれるの結構好きだから、まあ意見に賛成しとこうかな。確かに、状況を確認したいです。ほら、冷静な子は言うことが違うよね。よし、心構えができたら自己紹介タイムといこう。サラちゃん、声かけてね。なるほど。じゃあセーブしましょうか。ちなみに今多分この11人全員とお話ししたけれども、まだキャラクターがつかめていないので、だんだんこのキャラクターが分かっていき次第、声とか喋り方とかが変わってくるかなと思うんですけど、その辺はちょっとご容赦くださいということでやっていきましょうかね。じゃあ、この金髪の方に話しかけましょうか。あなたのお名前教えてちょ。じゃあ、自己紹介タイムを始めようかい？はい。オーケー。自己紹介。おーおーおーおおお、何ですか？ほう？なんか、そういうゲーム性がある自己紹介をするのかな？つうわけで、俺たちはお互いをよく知るべきだと思います。なんで？知らないおじさんに個人情報を教えたらいけないってママに言われてるわ。素晴らしい。親の教えを守る、しっかりした子ですね。しかし、確かに今は緊急事態。ならば、我々大人が怪しい人間ではないことを証明しなくてはなりませんね。十二分に怪しいと思うんです。うわ、怪しいわ。仕方がありませんね。何から話せばいいでしょうか。この金髪の人が話してくれるってことなのかな？なーに、簡単なことでいい。名前と職業、順番に言ってみよう。この議題を選ぶ。なるほど。そう来なくっちゃな。わかった。警戒してる奴は後回しでいい。言ってもいい奴は挙手してくれ。誰かいるの？対話展開。お、スーツの姿の男。はい。私は三島和美。とある高校で教員をやっておりますね。先生なの？意外と人気あるタイプのなんかヤバそうな先生みたいな立ち位置なんかな。どうなんだろう。学校の先生やってるわ。言うも末にゃん。よく言う。結構毒舌だな、この子供。パンクの女。私はヤブサメレコだ。シンガーソングライターだ。お、なんかの雑誌に載ってんの見たことあるぜ。あんたがあのヤブサメレコ？なあ、今そんな場合か？すんません。
私は佐藤海です。何の変哲もない主婦です。後ろの、その後ろの道具は何？フライパンにお玉に、フライ返しですね。そうじゃなくて、いや、凶器持ってるってことじゃん。俺はバーガーバーグ九太郎や。野球選手やっとるじゃん。二軍だかな。なんかすごい口調がさ、いろいろ変わって大変なんだけど、この人。ああ、だから大きいんですね。193センチじゃ。力には自信あるぜ。他に言いたい人はいないみたいね。それじゃあ、サラちゃん、詳しく話を聞きたい人にいろいろ尋ねてみてくれるかな。私がですか？うん。俺みたいに警戒されてないし、角が立たないでしょ？わかりました。いや、ていうか、この金髪の方のお名前聞きたいんですけど。話を聞きたい人もいるけど、あの子がちょっと心配だ。気になった人から話しかけてみよう。ほう。操作説明。人物の顔をタッチすると発言を聞くことができます。引き出すをタッチしてから話を聞くと、より多くの発言を引き出すことができます。なるほど。じゃあまずセーブしとこう。じゃあとりあえず心配だからこの子に話しかけてみようか。ガタ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 と。あ、ダメか。引き出せない？無理かな。とても話せる情報ではない。優しく落ち着かせてみる？大丈夫？怯えないでくれ。何もしないから。震える背中に優しく手を置く。ちょっと落ち着いたな。ありがとうございます。少しだけ落ち着いたようだ。後でもう一度話を聞いてみよう。ああ、よかったよかった。では、ちょっとこの金髪の人の話聞きたいんだけど。あれ？俺自己紹介したっけ？引き出しましょう。俺の名前は、しのぎ刑事だ。警察官やってます。ギャップ萌え！ちょっと困るなぁ、刑事さん。ちょっと今のところ、私、ジョー君とこの刑事さん、二大推しになりそうですね。は？警察？そうだよ。だから、おまわりさんを困らせないように。まあ、巡査じゃないけどね。だったら最初からそう言ってくれよ。事件の捜査中に拉致されちゃったからね。明かすタイミングが難しいんだ。警戒して損したぜ。ったくよ。もしかしたらその犯人グループに捕まっちゃったのかね。犯人グループとは？ケチな窃盗グループだよ。今回の事件とは関係ないと思うんだがな。同僚の人はここにいないんですか？いないね。全員が二人組で連れてこられたわけではないのか。あ、そうなのね。じゃあ、刑事さんこれ以上話は聞けない？あ、同じだね。俺にも知り合いがいたらなと。じゃあこの上から行ってみようか。俺はバーガーバーグ九太郎や。野球選手じゃ。野球選手中でも筋トレしすぎて怪我しとうば一軍にあたがったことはないがや。この中でもひときわ目立つ人だ。どこの国の人ですか？どこの方言ですか？そうね、どこの方言、いや、どこの国の人ですかかな。バーガーバーグ九太郎って変な名前や。俺も出世がさっぱりわからんのや。親はおったけど、物心ついた時には失踪しとっと。なんだ、もうすごい喋りづらい、この人。ほんでも国籍は日本やで。方言の方は、方言の方はなんか知らんけど、いろいろ混ざっとる。丁寧に話せば直せないこともないぜ。ちなみに野球にはポジションがあるはずだけど。ピッチャーや、打撃も自信あるくち、セリーグ行けて運がええわ。よくわからないけど、つまりボールを投げるのも、バットでボールを打ち返すのも得意ってこと？まあ、そういうこっちゃ。野球はよくわからないけど、かなりの力自慢だし。久々の復帰試合やったから浮かれてたんやろな。酒飲んでからの記憶がないんじゃ。
で、起きたらこんなところで首輪つけとったわけよ。ったく、犬ちゃうで。あ、ほんとだ。バーガーバーグ9太郎にも首輪がついてる。すごいぶっとい首だから、すごい大変だったんじゃないかな、つけるの。ガンナジー、結託そ取れねえしよ、これよ。首輪はこの人の力でも取れないのか。なるほど。なんかパックマンみたいな T シャツ着てたね。じゃあ、教えてくれそうなこの五条さん聞いてみようか。あ、違う、三島さんだったわ。すいません。私は三島和美。とある高校で教員をやっておりますね。ちなみに、国語と美術を教えてますよ。へえ、学校の先生ですかい。見えないね。ええ、よく言われますね。俺が言えた義理じゃないが、どう見ても怪しいよ。本当言えた義理じゃないです。先生に謝ってください。おっと、なんだい、ジョーちゃん。これは失礼よ。実は彼女は元教え子でしてね。許してやってください。すごくいい先生なんです。見た目で判断しないでください。やはり見た目は怪しいんですかね。ショックです。人格を判断する材料が少ないからね。おまわりさん、ジョーちゃんのこともよく知らないし。自己紹介します。私たちは後ろめたいことなんて何もないです。こりゃ失礼しました。クールダウンですよ、ええ。何か三島先生に聞いてみようかな。この事件の心当たり、ここへ来るまでの記憶、こっちかな？聞いてみよう。嬉しい日でした。教え子たちが油絵を教えてほしいというので、秘密のアトリエでレッスンしました。みんな先生が大好きなんです。帰りも車でみんな送り届けまして、最後の家へ向かう途中、検問がありました。そこで止められた後、意識を失ったようです。目が覚めると、最初の試練が始まりました。二人で知恵を振り絞ったおかげで無事でした。教え子には助けられますね。最初の試練。あ、じゃあこの作業着の女の子にも聞いてみようか。私は三島先生の元教え子です。今は美大生です。名前は絵心直です。三島先生のおかげで今は美大に通ってます。先生はいい人なんです。信じてください！サラさん！なあ、そんななんか血相変えないで。私は別に疑ってないが。おまわりさんだけだよ、疑ってたのは。悔い改めてください！そうだね。三島先生は怪しくないよ。わかってくれたんですね。でしたら、私は何も。なおさんにも何か聞いてみよう。最初の試練について、連れて来られた時の記憶。まあ、連れて来られた時の記憶は多分三島先生と一緒なんじゃないかなと思うから、最初の試練について聞いてみようかな。最初の試練ですか。恐ろしかったです。並んだベッドに拘束されて、一本の鍵のみで脱出しろというゲームでした。あら、それって私たちと同じだね。サラちゃんとジョー君と私の試練と同じやね。全く同じ内容だ。私は三島先生の指示で鍵とヤスリを使って先生の拘束を解いたんです。正直冷静でいられたのは先生のおかげです。信頼。あれは信頼を確かめるゲームだったのか。なぜ犯人はそんなことをさせる。監視していたのか。あの悪趣味な、人の命をもてあそぶゲームを。サラちゃん、大丈夫ですか？顔が怒ってます。大丈夫です。刑事さんは嫌いですけど、サラちゃんはなんだか好きです。お友達を大事にしてくださいね。はあ。なおちゃんのキャラクターがまだわからない、ブレブレ。ああ、どうしようかな。ちょっと、なんか口が疲れてきたので、一回この辺で区切って、続き次回撮りたいと思います。はい、ではちょっと別日になっちゃったんですけど、続きやっていきたいと思います。どこまで引き出したんだっけか？バーガーバーグ9太郎くらいまで引き出して、
で、三島先生もお話聞いたところだったよね。多分この人の話聞こうか。この佐藤さんだっけ。はい。佐藤海と申します。何の変哲もない主婦です。得意な料理は、エッグベネディクトです。料理人か。いえ、シェフではなく主婦です。主婦。うめえ料理作ってくれるんじゃら、同じこっちゃ。そうでしょうか。この人、どこかで会った気がする。私のことを知ってますか？背中のものはどこで入手しました？何、おすすめのフライパン情報とか聞くのかな？まあ、私のこと知ってますか？ん？うん。いえ、覚えがなければ気のせいです。サラさん。知ってるんですか？名前だけはさっき聞きましたので。ああ、つまり初対面ですね。どこかで会ったような気がするけど、喋ってみると全然そんな気がしなくなったな。気のせいか？いや、こういうところで気のせいかって思うものって大体気のせいじゃないのよ。料理道具、処分した方がいいですかね。でも何かに使えるかもしれません。少なくともエッグベネディクトは作れそうですね。やっぱりこんな変な人会ったことないな。エッグベネディクト、まあまず卵がないとできないだろう。で、この、なんだっけ、絵心、なおちゃんだっけのお話って聞いたんだっけか。私は三島先生の元教え子です。今は美大生です。最初の試練、恐ろしいものでした。あ、これは聞いたね。あれか。じゃあ、あと、この、パンクな女性。なんだっけな。レコちゃん。ヤブサメレコちゃん。かな？私はヤブサメレコだ。シンガーソングライターをやってる。さっきのチャラ男が言ってた通り、うちのバンド、雑誌に載る程度に注目されてきてさ。チャラ男はやめてくれよ。ようやくスタートラインに立ったんだ。これからって時に。そのメイク、本番用ですか？まさか。こんな地味な格好でステージ立ったらファンが泣くぜ。あれで地味なんだ。結構パンクな感じするけどな、見た目。新作ができて、メンバーと合わせる予定だったんだ。くそ。セッションってやつか。楽器は奪われたんですか？連絡は取れないんですか？シンガーソングライターって言ってるくらいだから楽器は自分の喉でしょ？じゃあ連絡は取れないんですか？かな。当然。荷物は全部なくなってるからね。愛用のボンゴもスマホもウィッグもどこにもない。ボンゴ？ボンゴでバンド？ボンゴ。犯人め。荷物捨ててたらぶっ殺してやる。こんな時に荷物の心配ですか？命と同等に大切なものがあんだよ。ごめんなさい。荷物はすべて奪われたか。そうだね。で、一応、ジョー君の話ってまだ聞いてないよね。聞いてみるか。俺とサラは高校の同級生だ。サラはストーカー被害に悩んでたんだ。それであの日は一緒に家まで行った。異変が起きてた。俺たちは警察に電話したけど、サラの悲鳴が聞こえて2階へ行こうとしたんだ。そこには、立ち尽くすストーカー野郎がいた。え？そんな話初めて聞いたぞ。言うタイミングなくて。いや、そりゃそうだわな。だって目が覚めた時にはもう命の危険にさらされてたわけだから。で、俺は勇気振り絞って殴りかかったんだ。まあ、喧嘩は辛口ダメだからよ。勝った記憶がないってことは負けたんだろうな。だから俺は、そのストーカーがこの事件の犯人だって。わかってんだ。面白い。続けて。悪いけど、そこまでだ。気絶しちまったから。でもさ、こんなのストーカー野郎一人でできる芸当じゃないよな。そうなのよ。サラちゃんを誘拐するとき、三人くらいの腕が、ニューンって伸びてきてたから、一人じゃないと思うんだよね。複数人の犯行だと思う。組織的な犯行だろ、おまわりさん。かもね。この中にいねえのかな。
被害者のふりして紛れ込んだ犯人の一味が。え？ジョーの話を聞いて納得した。これまでのジョーの警戒心、不思議な行動を。そうだよね、何も口を割らなかったって言ってたもんね、ジョー君ね。はっあっあっあ、んだよ、笑うところか。ないとは言い切れな。お前面白いな。俺こいつ嫌い。この中に犯人の一味があるんだろうか、そんなこと。お、あー、このぬらりひょんくんね。そうだね。まあ、このぬらりひょんくんも見た目可愛いけど、なんかさ、ジョーくんとさ、このケイジさんのさ、見た目となんか中身が好きすぎてさ、なんかこの子の中身を好きになれるかどうか、いまいちわからないなっていう現状だわ。あ、僕もそろそろ自己紹介した方がいいよね。じゃあ僕も空気読むわ。それが大人の対応ってやつにゃ。あ、全員出てきてくれた。嬉しいね。じゃあセーブして。じゃあこの二人の自己紹介聞いて今回終わろうかなと思うんで、聞きましょうか。まあ、時間もいい感じなんですけど、この二人せっかく出てきてくれたんで、この二人の自己紹介聞いてこのパート終わるようにしようかなと思いますよ。はい。それじゃあ、僕も自己紹介していいかな。僕の名前は、日和、そう。フリーターなんだ。日和そうってこと？その日暮らしってやつにゃ。きついこと言うな。一応わずかだけど貯金もしてるよ。すぐに身分を明かさなかった理由は？もちろん、ジョー君と同じく警戒もあったし。フリーターっていうのも、ちょっと恥ずかしいしね。適当に嘘つけばいいにゃん。馬鹿正直だわ。いいよ、それは。そんな人信用できないだろ。ずっとニコニコしている。優しいというより、気が弱そうな感じだ。まあ、ひよってそうってことね。ちょっと、そんなに気の毒そうな目で見ないでほしいな。サラさんは、たくましそうでいいね。羨ましいよ。それよりちょっと聞きたいことが、この事件の心当たり、ここへ来るまでの記憶。そうだな。まあ、この事件の心当たり聞いてみようか。なんだか、とりあえずって感じで聞いてない？バレた？じゃあまあこっち聞いてみよっかぐらいのノリだったもんね、今ね。心当たりか。さっぱりないよ。喧嘩はすぐ謝るから無縁だし、誰かに恨まれるほど存在感を発した時もないからね。親不孝なことしてるなぁなんて考える日もあるけど、親は随分僕を甘やかしてくれてね。なあ、いい加減自立しないとね。なんかごめんね。大したことは覚えてないんだ。それは私たちも一緒です。そっか。気にすることねえっすよ。鳥も帰ったら就職するといいにゃ。就活、定職。目先の恐怖と将来の不安でだいぶ参ってるような。まあ分からなくもない将来の不安ね。ないことないからな、私だって。じゃあこのワンニャンくん。僕も空気読むにゃ。僕の名前はイブシギンワン。小学6年生だにゃ。あー、6年生なのね。もうちょっと幼いかと思ったわ。よく自己紹介できたな、坊主。子供扱いすんな。お前ら大したことなさそうな奴らだから自己紹介してやったわ。なんでこんなところに連れてこられたのか、何か覚えてることはあるか？ないわ。お母さんの帰りが遅かったから寝ずに待ってたわ。インターホンが鳴ったから帰ってきたと思ってドアを開けたにゃん。違う大人がそこに立ってたにゃん。そこから何も覚えてないわ。そっか。銀。そんな目するのは、僕は強い男の子だにゃ。強がっているが、本当は怖いんだろ。みんなで力を合わせて帰ろう。君は強い子だね。なんかどっちも上っ面だな。力を合わ
わせてっていうのも、なんか、急にみんな会ったばっかりの人を信用するみたいな感じになるし、君は強い子だねっていうのも、なんだろう、強がっちゃう原因にもなるような気がするんだけど、どうなんだろうな、こういう銀くんみたいなタイプは、褒めてあげるのがいいのかもしれない。じゃあ、君は強い子だねっていうか。当たり前だにゃん。僕をただの子供だと思って、舐めちゃダメだわ。誘拐犯に絶対痛い目見させてやるにゃ。確かに銀くんの言う通りかもな。私たちの手で代償を払わせてやろう。ポンポンと頭を撫でた。にゃ、サラ姉ちゃんだけはいいやつだわ。信じてやってもいいにゃ。うわぁ、銀くん、かわいい。かわいいな。ちょっと、いや、語彙力がないけど、かわいいな。やばい、ちょっとキャラクターにもうすでに愛着を湧き始めた。どうしよう、これデスゲームなんだよな。やだな。姉ちゃん?まさか兄ちゃんだったわ。寄らないでくれにゃん。そんなわけないだろ。弟がいたらこんな感じに呼ばれるんだろうか。おーっていうことで、じゃあ今回これで終わりにして、次回、ここからみんなの話聞いていこうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。あー、なんかもうみんなのこと好きになり始めちゃったから、もしそのね、デスゲームが始まっちゃって誰かがいなくなるってなったら私泣いちゃうな多分。これ大丈夫かな。ではまた次回、おつぴよでーす。